どうもどうも、だから何でも洗っちゃう、洗濯しちゃう、どうも文人です。でね、そう、覚えてるかな皆さん、私のね、そう、動画だとね、お店としていろいろサイゼリヤとか、ね、いろいろタピオカ屋とかいろいろなお店で使ってた店がぶっ壊れて新しくこれにリニューアルしましたすごい綺麗な建物になりました。でね、なんとね、そう、この中でね、そう、洗濯をやってるんですよ。そう、で、しかもね、そう、なんとね、この小屋になってから初めての洗濯、そしてね、今年は2020年になりましたね。その今年初めての洗濯でもある、記念すべき洗濯をこの中で行ってるわけです。しかも、そう、お手をやんなくても自動で洗濯してます。はい、というわけでね、もう何でも今年初、そしてこの新しい、お店になってのね、お店、小屋、洗濯小屋になっての初のね、洗濯の様子をね、皆さんにね、じっくりご覧いただきたいと思います。はい、じゃあ中入ってみましょう。ここ開けます。はい、お、音がしますね。洗濯してます。お、めっちゃ洗濯してる。しかもすごいです、自動ですよ。なんとね、自動で洗濯してます。はい、ね、もう手でこうやってゴシゴシやんなくてもね、洗ってくれるって、このいろいろな、そう、しかもね、去年の洗濯物もあるからね去年のね、あの汚れも全て落としてね、新しい年に臨むというね、気持ちも表れている洗濯です。というわけでね、あとはね、このね、洗濯屋でも、この洗濯屋ね、そう、意外とね、こう明るくて、なんかもうなかなかいい感じで、動画の撮影にも使えそうですね。まあもちろんお店としても使えますけどね。だからここで動画をね、またなんかいろいろ撮ると思うんで、皆さんお楽しみに。というわけでね、あとはね、じゃあゆっくりね、この洗濯、自動的に洗濯している様子をね、見守ろうと思ってね、この動画はね、これぐらいにしておきます。それではセンター、お出センタック、センター、真ん中センター、それではセンター、